はい、こんにちは、稲葉です。学校では行事とかいろんな場面で写真をたくさん撮るってことは普通にありますね。で、それをスライドに入れて見せるってこともまた普通にあります。で、ものすごく簡単な作業なんですけども、ちょっと大変に感じたことはありませんか？時々見てますとね、一枚入れて、その後トリミング行って揃えて、そういう作業を時々見ます。それ、しんどいですね。ということで、今回はですね、時間は大事ですね。で、時短で終わりたい。そのような単純な作業は、もうできるだけ時短で終わるのがいいと思います。で、エネルギーもできるだけ少なく終わる。で、そうですね。現場本当に忙しいです。そんな単純なことに、たくさんの時間とエネルギーを使いたくはありません。ということで、3つのチュートリアルをお伝えしたいと思います。はい。まず、1つ目は、フォトアルバムを使う方法です。一番簡単な方法ですけども、はい。こちらですね。はい。ここで使いたい写真を選びます。ここではこのような果物にしますね。ちょっと気になるのは写真のサイズがバラバラです。縦横とか横縦とかいろいろ混在ってます。どうでしょうか？はい。で、使いたい、入れたい写真にチェックをつけていきます。はい。で、ここですね。ここが、スライドに何枚の写真を入れたいかいうのを選択できますね。2枚にしましょうか。はい。このように。はい。このね、なんか、美しくないアルバム表紙が作成されました。ああ、もう写真横撮ったぜのが混在ってます。はい。フォトアルバムを使った場合は、このようになります。まあ、手っ取り早く早くやりたいという場合は、この方法です。次はですね、少し準備する時間がある場合は、スライド待った。表示がスライド待ったに入ります。で、ここでは、ここ。これ全部削除しますね。パーッと削除。はい。ここに作っていきます。プレースホルダー。ここ。ここに図というのがありますね。で、自分でサイズを決めていきます。これコピペできます。そして、配置機能で揃えることもできます。はい。はい。綺麗に揃いましたね。はい。これ、コピー、こうやって、全部で6枚の写真が入るようになってます。はい。ここで、閉じまいって、はい。先ほど作ったものを、レイアウトか探します。はい、ありました。ここに。これですね、これ。これを選択すると、こうなります。あとはですね、いちいち、ほい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 と持ってこなくても大丈夫です。
はい、写真を全部まとめて撮ります。はい、挿入。はい、このように見た。このメリットはですね、まあ、縦の写真もちょっと無理やりっぽいですけども、もう横に収まります。次は図のレイアウトです。個人的にはこの方法がおすすめです。はい、ここからまずは全部バッと入れてしまいます。もうこの状態で OK で、ね、これちょっともう一度全部選択します。はい、この状態で、図の形式か、はい、図のレイアウトっていうのがありますね。ここか、ちょっとさ、マウスを当てていきますと、いろいろ変わっていきます。はいですね。はい、では、ここでは、これにしましょうか。これを選択。はい。で、これはまたスマートアートの状態ですので、グループ化を解除します。で、もう一回グループ化を解除。つまり、二回グループ化を解除してください。あとはこの部分ですね。テキストが打てるんですけど、今はいらないか削除。はい。はい。このような状態になりました。はい。1、2、3と3つの方法を紹介しました。はい。少しは仕事は楽になると思います。で、この中で私のおすすめは3つ目。図のレイアウトを使う方法になります。こうでいったら、例えば、円形に入れたりするのも簡単にできますしね。はい、ぜひお試しください。はい。では、新年度がもう始まってる先生も多いと思いますけども、今年も1年頑張っていきたいと思います。はい、では、また。はい。